さて続いてご紹介する企業様ですが、はい、ちょっとミシェルさんに聞きにくいんですが、はい、まだ入れ歯ってミシェルさんは入れてないですよね。あ、今は入れてないですけど、はい、ちょっと前までは入れてました。あ、欠けちゃったところに。あ、選手時代に、はい、そうですね。あ、そうなんですね。やっぱり歯は命ですもんね、いろんな職業で、ね、美味しく食べるためには。そうですよね、動くためには、うん、食いしばらないといけないですよね。なるほど、ミシェルさんも入れていた時もあったという入れ歯なんですね、はい、今回ご紹介するのはその入れ歯の技工士から歯科医へと稀な経歴をお持ちのこちらの企業様です。人生の岐路に立った時、あなたは何を基準に道を選択するだろうか。例えば将来の安定、または自分の夢を叶えるため、さらには誰かを幸せにしたいという思い。そんな自分の進むべき道を見出し、異色の経歴から医療の現場に立つ男がここにいる。中山歯科医院院長、中山隆弘。現在歯科医師として院長を務める中山がスタートを切ったのは歯科技工士という道からであった。しかし、より近くで患者さんの幸せを叶えたい、そんな志を抱くことで人生は大きく変化していった。他にはない経験だからこそ伝えられる思い、一人でも多くの口内健康を支える、そのクオリティオブライフで誰もが幸せをかみしめられる歯科医療を実現している。今回は歯科技術の職人、中山隆弘をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。ちょうどうちはですね、今年で10年目に入るんですけれども、はい、私のちょうど技工士時代に知り合いで、うちのテナントをちょうど貸してくださる方がいらっしゃったので、五香という場所なんですけれども、たまたまその友人が引っ越してさっきに、はい、まあ、整骨院がありまして、はい、その整骨院の先生と仲良くなって、はい、その先生が1個テナント立てるから歯医者さんやんないっていう話を僕に持ってきてくれて、で自分が整骨院の2店目を下にオープンするんで2階で歯医者さんやらないっていうお話をいただいたので、ちょうどいいきっかけだと思って始めました。技工士で最初おられたわけですか。技工士を最初に経験しまして、でその後に歯科大に入学し直して。学校入学し直したんですね。それで技工士さんから歯医者さんになられるケースって多いんですか。あんまりないですね、はい、こういうのを作られるお仕事やられてたんですもんね、うん、あ、そうですね、はい、入れ歯を作ったりとかですね。ここから今度治療の方に行ったんですよね。そうです、そうです、そうです、はい、いや初めて聞きましたよ、僕は。何かその大きな理由とかってあったんですか。技工士学校を卒業しまして、はい、でその後に当時専修科といって、まあ、大学でいう大学院みたいなものがあって、はい、その、まあ、実際に作ったりするのを大学病院の先生にこう見てもらいながら、チェックしてもらいながらやるっていうところがあるんですけれども、はい、そちらに2年間通いました。でその時に良い先輩に巡り合いまして、あ、こういう仕事だったら歯医者さんもいいですけれども、まあ、歯医者さんもまあいい職業だなと感じて、で、まあ、先輩に相談したところ、やってみたらいいじゃないって言って、で、まあ、親にも泣きついてまあちょっとやらせてくれないかって言って、そしたら、はい、なんとか合格することができたので、まあ、こっちの道に進むことになりましたね。同業の方からはどんな風にお声掛けされるんですか、そういう経歴を。変な話、学生の時は重宝されましたね、なんか手伝ってとか。はいはい、できちゃう、もうできちゃうんですもんね。あとは今はですね、やっぱりまあこういう作ってたりしたので、なんとなくその辺の知識はありますから、ちょっとびっくりされる方が多いかもしれないですね。そんな中山歯科医院さんの一番の強みって言うと。そうですね、うちはまあ、こちらにもありますけど、入れ歯を結構得意というかメインとしてやらせていただいていまして、はい、地域に高齢者の方とかね多いので、まあ、入れ歯の方も当然いらっしゃいますから、まあ、そちらの方に自然と力を入れるようになったような感じでしょうかね。やっぱ入れ歯って種類が多いんですよね、まあ、治療方法では、まあ、インプラントがあったり差し歯があってて、いろんな方法の中で入れ歯の中にも、まあ、やっぱり歯が残ってる人と残ってない人でまた大きく違いますし、
普通の治療ももちろんされるんですよ、ね、あ、もちろんもちろん、はい、普通の治療ももちろん全部並んでるけどこれだけいつも作ってもちろんね大変なことなんだけどもそうですよね、うん、このソイレバー、うちで作ってソイレバー、こちらが、はい、普通 の一般的なソイルバって言ってこの歯茎のところを見ていただくとちょっとピンク色じゃないですか、はいはい、でこっちは、まあ、下はちょっと違うんですけど上はこっちの方がなんかリアルに感じません？はい、感じます。でその見本がこれになるんですけど、はい、あ、その、リアルの方、リアルな歯は例えば患者さんに説明するときに、まあ、こういう風にした方が綺麗ですねみたいな感じだったりとか、まあ、前歯の感じはこんな雰囲気ですよとか、結構入れ歯の歯の種類ってこれとこれも四角いのと丸いので違うじゃないですか、微妙に。違いますねタイプがやっぱ違ってお顔とかに合わせて、例えば歯がなくなる前にこんな歯だったな私とか、こう四角い歯がいいなとか あるじゃないですか、いろいろ。でそういうそのイメージを保つって保っていくみたいな、そういうのを、まあ、うちは一個の入れ歯を作る場合は専属の技工者いるので、うん、来ていただいて、で一応これとこれ どういう歯がいいですかねってご相談しながらやっていくっていう感じになってますね今は、はい、BPS ですとか、うん、それからミラクルデンチャーですとか、はい、そういったことについてもちょっとご説明いただけますか？そうですね、BPS 入れ歯とかデンチャーって言われているのは、うん、海外 そのイボクラ社っていうところが、まあ、提供している入れ歯を作るシステムなんですね。で、まあ、いろんなその特殊な機械とか型取り剤を使ったりして、でも主にまあこういう装備士、そういう入れ歯なんかをまあ作っていくようなやり方ですね。この歯肉とかですね、はい、これ普通の一般的な入れ歯はこんな感じでちょっとピンク色ですね、はいはい、ですね、で BPS の入れ歯の場合は職人さん、技工士さんが一本一本丁寧に歯をこうやってキャラクタライズしてちょっとリアルな感じにリアルですねっていうのと、はい、あとはこの歯のタイプとかも、まあ、一緒にご相談させな、はい、していただきながらやるっていうのが一点と、そうですね、ちょっと形が左側の方はちょっと四角めの歯 で、ね、こっちが右のが丸いですね。そうですね、リアルだもんね。そうですね、そうですね。あとは作り方も、この、特殊な型取り剤を使ったりとか、うん、特殊な装置があるんですけれども、うん、そういったものをまあ使用しながらその人の噛み合わせとか、うん、まあ、ぴったりぴったり合うようなものをお作りするシステムになってますね、うん、はい。そしてもう一つがミラクルデンチャー、うん、こちらになるんですけれども、うん、一般的な入れ歯というのは金属がこのように入っていて、はい、ふっくらしているような感じなんですけれども、はい、ミラクルデンチャーというのはこのように金属が入るパターンもありますが、はい、まあ、なるべく金属を使わないもしくは目立たないようにしていく入れ歯です。で取り外しの方法とかも少し変わっていて、通常は入れ歯を縦に外すんですけれども、はい、斜めから入れてでパチッとここで止まるみたいに止まるという逆サイドでピシッと止まる。なので縦にはこう抜けにくい入れ歯になりますので、先ほどの入れ歯のようにこう上下動はあまりしにくい入れ歯になりますから、はいはい、フィット感が増すというような、しっかり噛めそうだね、感じの入れ歯になります ね、はい。まあ、患者さんからはどういうご相談が多いですか？いろんな治療法が今ありますよね。インプラントであったり、はい、入れ歯であったり、まあ、歯がない場合はブリッジといって、はい、まあ、手前と奥をまあちょっと削ったりしてやる方法で、まあ、その種類の中でちょっとわからないよと、まあ、やっぱり皆さん患者さんはね、自分の歯のことわからないじゃないですか、はい、でそれでこの場合はどういうパターンですかみたいな感じのご相談を受けたりしますね、うん、それでセカンドオピニオン的な感じだったりもしますね、はい、その辺はじっくりとカウンセリングしてくださるんですか？うん、そうですね、だからまあ一応治療法はこれとこれとこれですみたいなお話をして、まあ、それぞれの利点欠点みたいなお話して、あとはまあ患者さんに委ねるっていう感じですかね。さらに中山医院に通う患者さんたちからこんな声も届いた。私の母が入れ歯でお世話になりました。体が不自由な母に対してのさりげないお心遣いに大変感謝しております。こちらに気がついて入り口のドアを開けてくださったり、履きやすいようにスリッパを出してくださったり、手を差し出してくださったり、素晴らしいスタッフの対応のおかげで母も私も楽しく通院することができました。明るくて清潔感のある病院で先生もきちんとお話を聞いてくださるので安心ですと。あ、行きたい場所になってきたって、そこまで言っちゃいけないかな。でもその先生に会いに行きたくて、あ、そう、先生に会いに行きたくてっていうのあるかもしれないですね。お話ししたくて、まあ、高齢の方でね、こうメンテナンスなんかの方は、うちの衛生士さんと
おしゃべり半分以上みたいな方もいらっしゃいますからね。それをおしゃべりを楽しみにしてくる方とかもいらっしゃいますしね、はい、で最近新たに力入れてらっしゃる分野もあるそうですね。歯周病の方ですね。まあ前からあるんですけれども、やっぱりこれ見てわかると歯が残ってるじゃないですか、うん、でこの歯はなんでなくなっちゃったのかなって思った時に、やっぱり歯周病とかでなくなってっちゃった場合は、また本人の歯がね、またなくなる可能性があるじゃないですか。だからそれをやっぱり根本から治療するっていう方法で、顕微鏡でお口の中の菌を調べたり、あとは遺伝子検査で歯周病菌の DNA 型っていうのがあるんですけど、まあ、どういう菌が何匹いるみたいなのをまあ調べて、その悪玉菌たちをまあ除菌する方法をプログラムとして取り入れたりとかして、まあやらせていただいてますかね。まあ、やっぱりこういう治療をしていくと、まあ、時代に遅れちゃいけないので、まあ、SS さんとかにもまあ勉強会、あとはまあ助手さんも含めドクター含め勉強会とかにはまあ病院でできる限り負担をして積極的に参加していただくように、してもらってるとかですね、まあ、産休明けで戻ってこられる方もいらっしゃって、まあ、保育園預けたりとかするときに病気になると結構お仕事を休めなきゃいけないんでしょう。だからまあそうですね、病児保育なんかもちょっと今視野に入れて、まあ働きやすい環境を作ってあげるっていうのはやっぱ大事だなっていう感じですかね、うん、歯科技工士そして歯科医師として一本でも多くの歯を守り続ける中山隆弘。そんな男が見据える今後の展望とは。ゆりかごから墓場までっていうなんかまあ政策あるじゃないですか、はい、生まれた時から その哺乳だったりとか、うん、そういうところからしっかり取り組んでいくことによってお口の発達が結構やっぱり良くなっていくんですよね。 あとは食べ方食育だったりとか、やはりそのお口を正しく使っていくっていう小さい頃からのそういう啓蒙活動であったりとか、お年寄りなんかは在宅になった方とかへの、まあ、こういう入れ歯の提供というか、うん、しっかりできたらいいなというふうに、まあ、今後は考えておりますね。では最後になりますが、中山院長の格言を教えていただけますか。袖振り合うも多少の縁という言葉です、うん、袖が触れ合うだけでも人と人との出会いというのは貴重なものだから出会いを大切にしなさいということで、この言葉を選ばせていただきました。なるほど。いつまでも温かい中山歯科医院でいてください、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。